シフォン生地作りですね、プレミカンの、そちらの方を作っていきたいと思います。グラニュー糖ですね、まんべんなくこう ジャムの上にこう乗っけていきます。それぞれ抹茶とかラズベリーとか素材の味が生きてるといいますか、はい、美味しいです。試食で食べさせてもらったあの抹茶のシュー君、これなんか美味しそうだなと、なんかこれでお菓子ができればいいなと思っております。あの秋冬の素材ということで、その温州みかん、プレミカンですね、使ったそのお菓子の提案をさせていただきました。その食感 その変化ですね、それに合わせて美味しさを表現するというところを皆さんに伝えたいなという思いで、今回講習しました。よろしくお願いします。